リントです。今日は、こちらのご紹介になります。ということで、仮面ライダー平成ジェネレーションズファイナルの、特別前売り券のエグゼイドフルボトルと、仮面ライダーぶっ飛ばソウルくじガシャポンの、スペシャルセットの方の、紹介です。で、今回ね、前売り券の方になるので、このような形で前売り券が、ムビチケカードっていう形で2枚ゲットしました。で、親子鑑賞券になるので、まあ、子供分はねちょっと無駄になっちゃうんですけど、子供鑑賞券で普通に子供鑑賞券じゃないね、親子鑑賞券で、見てこようかなと思っています。弟と一緒にね、うちのカイリ君と。で、カイリ君がね、ちょっと泊まりに行っている最中に買ってきてもらっていて、帰ってきてからね、受け取ったので、またねちょっと遊びに行ってるんですけど、ちょっとね、受け取ったのでレビューしていこうかなと、レビューしといていいよみたいな感じだったのでやっていこうかなと思います。では、まず先にベルトからやっていこうかということで、このエグゼイドフルボトル開けていきましょう。で、つい先日ね上げた動画の方で、ドクターとゲームの方をね上げたんですけども、これのね音も、これあれどこだん、あ、もうついてたよ。で、ドクターとゲームでベストマッチで、ということでね、こっちの方でも音は全然鳴るんですけれども、これでもエグゼイドなんですけど、実はこれ1本だけでもエグゼイドの変身音が流れるみたいで、YouTube のね、動画を見ると、エグゼイドと、誰だっけ、ゴーストで、なんか、ベストマッチに一応鳴るらしいよね。なんかね、なんか、エグゼイド、ゴーストみたいなのが流れるはずです。まあ、それはね、ゴーストのフルボトルが出てからやっていこうかなと思います。じゃ、フルボトルから見ていきましょう。これね、映画ね、エグゼイドの映画、トゥルーエンディングで、ね、見ていただいた方だったら、こう、おーってなると思うんですけども、あの時に出てきたビルドがね、エグゼイドから、エグゼイドの成分を取って作ったものになります。で、なんか、あらすじを見ると、そのビルドは、セントじゃないっぽいと。いうのが出てるので、ビルドが知らないと、ビルドというかセントが知らないとっていうことなので、おそらくなんですけど、あれに変身してたのは違う人なのかなとか、パラレルワールドなのかなとか、いろいろあるんですけども、これ私思ってるのが、葛城匠ね、出てきてますよね。で、あの葛城匠って実はセントと融合してるんじゃないか疑惑を私は勝手に思ってるんですね。なので、いや、まあ、実際はどうか分かんないんですけど、あのジョジョリオンみたいなね、キラヨシカゲと、東方ジョスケ、ジョスケになった時のね、時に合体してるっていうのと同じように、そういう感じなのかなと。それこそ壁の目じゃないけどね、あのスカイウォールが立ってたりとかが、ちょっとそういう部分からもしかしたらこう設定を拝借してるのかなとか思っているので、それこそあの葛城匠のお母さんのところで卵焼きを食べるシーンで、卵焼き食べて泣くシーンがあるんですよね。あれって多分母親の味をなんとなく脳で知っていて泣いたんじゃないかなとかって思っていて、そうだったらいいなと勝手に思っています。まあね、これから設定出てくると思うので、ちょっと楽しみにしていこうと思います。で、ここはね E だけになってます。なので、あれですね、名前出てこないや、バットとかその辺と同じ扱いみたいですね。なのでちょっとやっていきましょう。ではこれで入れていきます。で、この後はね音は鳴らないんですけど、これで変身音を鳴らすと、
はい、ということで、こっちのねベストマッチの時の音声と一緒って感じですね。でこれとこれとかを指してもトライアルフォームになっちゃうよね。そう、こんな感じでトライアルフォームになっちゃうので、基本的に、このフルボトル1本だけ使う形になりますね。これ1本で変身するのかどうなのか、ちょっとあとは本編というか映画を見てって感じですね。かなり映画楽しみなので、渡辺修くんも復活するし、三浦亮介くんも、そして福士蒼汰くんも、そして西目俊くんも出るし、飯島博樹くんも出るっていうね、もう最高の状態。あーごめん、佐野岳くん忘れてたわ。佐野岳くんも出るっていうところでね、最高ですよね。もう佐野岳くんが嫌いなわけじゃないですよ、ガイム大好きなんで。ガイムのね物語自体は10話ぐらいまでうんとか思ってましたけど最終的にハマって、まあ私が好きだったのはヨモツヘグリですけどね、ヨモツヘグリの龍玄、が好きだったり、あとグリドンですね、城之内安穂が好きでしたね。はい、まあそういう余談はさておき、はい、次こっち、仮面ライダー平成ジェネレーションズファイナルということで、クジガシャポンの方ですね、ぶっ飛ばソウルのクジガシャポンの方ですね、開けていきましょう。でこれもう弟がね1回見るのに開けてるので未開封ではないんですけど、見ていきましょう。ドン、おーやばいね。これどうしようかな、こうしようかな、これ取っちゃうか、こっからよいしょ。1個、お硬い硬い硬いよこれ、よいしょ。ということでね、全5枚ということで1個ずつ見ていきましょう。じゃあ今回のね主人公からで、今回の、ラインナップはこんな感じ、全メッキ仕様の豪華セットということで、ビルド、ゴースト、ガイム、フォーゼ、オーズの、全5枚で、エグゼイドはないっていう感じ。ただエグゼイドはねここのビルドの後ろに映っているっていう状態ですね。はい、ということで1個ずつ見ていきましょう。まずはビルド、おーかっちょいいね。で、あこれエグゼイドのフルボトルを持ってるね多分。これアップにしても分かんねえか、多分これ持ってるよね、エグゼイドのフルボトルっぽいの。だからここには映ってないって感じかな。でこれが新徳ですね。で次が順番でいくと、一個ずつ前に遡っていくで考えておくと、考えておくとゴーストか、ゴースト俺魂ということで、これは新残になるのかな、斬撃のキルですね。はい、で真っ赤な、ちなみに大キャスト制ではないです。で裏はこんな感じね、基本的にピカピカです。まあ、メッキなのでねかっこいいよね。普通のメダルと比べるとこんな感じで、やっぱり結構違います。でね、自分金メッキダイキャストメダル持ってないんで、シルバーメダルぐらいしかないんですよね。出ないんですよ、結構当たってはいるんですけど出てないんですよ、ダイキャストは。まだダイキャスト出したいな、そのうち。ダイキャストの前ね新参とかゲットできてるんですけど、これでじゃあ1個前に戻るとガイムか、ガイム、仮面ライダーガイムオレンジアームズで、これ新射かな、射撃ですね、こんな感じ。ただ射なんだね、無双セイバーで撃ってるんだね、なるほど。で新斬は、斬撃はまあなんだっけこの武器、名前忘れちゃった、これなんだったっけね、ゴーストの武器、剣の名前が出てこない、なんだったっけね、忘れちゃったよ、なんか出てこない、わかる人コメントにお願いします。で、これ新徳だから、まあ特技で戦うって感じかな。はい、じゃあ次1個前に戻るとフォーゼになるのか、フォーゼ、新蹴りだね、
し蹴りなので、これはロケットドリルキックをしてるフォーゼですね。フォーゼベースステイツということで、しかもジェイクも出るらしいんだよね。ジェイク役の人と、あと先生でね、アンガールズの田中がね出るみたいなので、ちょっと楽しみですね。であと普通にゴーソンでね、オナリも出てくれるらしいので、ちょっとオナリの人がなんだ、柳なんとかさんとかかな、名前忘れちゃったな。モデルっぽいんでちょっと楽しみですね。はい、じゃあ次、最後がオーズということで、仮面ライダーオーズタトバコンボですね。シンタで、あーパンチなんだね。まあパンチもするしね、全然問題ないねっていう感じです。ただなんかこれ、あでもそっか、これパンチにしちゃうと微妙だもんね。全部で合わせるとこんな感じになるのか。ということで、これで全5種類の新属性のねやつが揃いました。なのでこれでちょっとでもね敵のタイプに合わせて戦えるようになります。で結構プレ版のね限定品の今回オーズのねセットが発売したんですけども、あれ結局やめたんだよね、買うのをね。買おうか買わないか迷ったんですけど、オーズの他のメダルがなんか絵柄がねちょっとこう手抜き感というか、今まで出てたやつの絵をそのままにして新属性にしたみたいなのと、あとコアメダルめっちゃ入れたよみたいな感じで、しかも7,000円、8,000円ぐらいするんだったかな、高いなと思って私はあれはやめました。ポチろうかなと思ったんですけど、そこまでかなと。あれでね、例えばタトバじゃなくてタジャドルとかがついていた上、しかもまたねイラストとかも変えてたりとかすればちょっと欲しいなとは思ったんですけど、しかもあれメッキじゃない、クリアパーツ仕様になってるらしくて、クリアパーツも嬉しいんですけど、できればねダイキャストメダルで、ダイキャストメダルが全部コアメダルになってるらしくて、ただコアって言ってもねエナジーメダルなので、エナジーってそのバトルで1個しか使えないので、全部のエナジー持ってくこともないだろうなと思ってやめました。あのエナジー全部持ってくことは多分ないでしょうし、そうなるとタトバコンボにガタキリバでしょ、タトバじゃタジャドルか、タジャドル、ガタキリバ、ラトラータ、シャウタ、サゴーゾ、プトティラのコンボが全部入ってはいるんですけど、でも全部持ってくことはないと思ったのでちょっとあれはやめました。またね違うセットとかが出てこう本当に欲しいキャラクターとかが入ってれば買おうかなと思います。まあね、ひとまずこれでちょっと今回の攻略をやってね、今オレンジとメダルのメッキのフルボトルが入ってるらしいので、ちょっとねとりあえずメダルのフルボトルが欲しいです。鷹のメタリック持ってるんで、メタリックというかメッキね持ってるんで、メッキで揃えたいなと思います。とりあえずはねこんな感じです。またねやってきたらぶっ飛ばそうやってきたりとかしたら、そちらも動画でご紹介できればなと思います。では今回はね、こちらの、フルボトルと、こちらの、仮面ライダー平成ジェネレーションズファイナルぶっ飛ばソウルメダルということで、こちらの方のご紹介でした。では以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。